しいだろ。お前の方が面積取ってるのおかしいだろ。関係ないだろ、お前。このそば誰がもらったか知ってんのか。知らねえよ、お前。関係ねえだろ。私のフォロワーさんがくれたんだよ。事務所に置いてあったら2人のもんだろうが、バカだよ。出資してねえだろうが、ね、全部。出資なんてわかりません。わ、なんか下の歯、ヤニの汚れついてた。どうすってかいいんだよ。タバコの汚れついてました。いいんだよ、まあ、はい、見えました。切り抜いてもらおう、今のファンの人に。タバコの汚れ切り抜いて貼ってください。ハッシュタグショーツで。利益はいらないので、どうぞ拡散してください。全員目悪いから見えてねえよ、お前。そんな、お前。はい、コンタクトしてます。全員お前、アンライガー室で見てんだから、こんなの。みんな Wi-Fi 整ってます。全員 Wi-Fi 整ってるんだよ、視聴者。足怪我してるんですか、クロックス履いて。関係ねえだろ、歩きやすいんだよ、クロックスがよ。なんでよりによって黄色選んだんですかね。もらったんだよ、クロックスのやつによ。黄色でよ。クロックスのやつって仕事した人のことやつとか言うんですね。引くー。クロックスのやつにもらったろ。引くわ、そういうの。ミニ iPad をこれ見よがしに使ってるよね。便利だから使ってる。これ見よがしとかじゃねえよ、バカ。iPhone にするのにもすごい段階踏んだのに、なんか Android から iPhone にするときも Android やっぱり使う人少ないからさ、これ付加価値があるみたいな雰囲気出してたけど、すぐにね、最適に見たら Android ユーザーの方が多いからな。じゃあ iPhone にするんだって話ですけどね。まあそれ言うならまあね、 AirPods Pro みたいなのもつけてましたしね、急に。で、あの背中にペーンって貼るタイプの充電器も買ってました。これ便利だからね。急にアップル信者みたいになりましたからね。便利なものを使うのにその関係ねえから。なんか店先に並ぶ系の人みたいですよね。出し子みたいな格好してますね、今日ね。だから好きなんだ、アップル。親玉がいるんでしょうね、海外にね。この格好して出し子として行ってくれよ、並んでくれよ、そこにして。ベビーカー持って、人形入れて、ベビーカー持って、アップルの前頼んで、ね、今時お前こんな分かりやすい出し子いねえだろ、お前。ベビーカーにこうおもちゃ入れて並んで、新しい iPhone ゲットなんつって、でそれ全部親玉に持ってって、あいや今日日記これねとか言って渡される感じのスタイリングだね。ハッシュタグ OOTD だったらその出し子コーデだよね。出し子コーデだから DS、 DSCD か、ごめんごめん。 DSCD ってなんだよ。出し子コーデで。出し子コーデってなんだよ。ねえ言葉つくんだよ、お前。びっくりすんの。アップル出し子コーデですね、今日は。ねえ言葉つくんだ、お前。びっくりすんだろ。もしくはフジテレビ。ねえ言葉、あ、聞くとびっくりすんだよ、俺。びっくりさせんなよ、マジで。出し子コーデじゃん。もしくはフジテレビ大道具さんコーデね。いいだろ、どこの大道具もこんなんだろ、お前。やっぱいい時間帯にやってる一番のコント番組の大道具さんね。金かかってるから。だいたいこうだろ、大道具さん。新しい鍵の裏の世界ね。ダッサいっつったな、お前。ダッサいって言うなよ。それはダッサいのがしょうね。マネジメントしてるやつが口出すなよ、お前。マネージャーのここでもコンドームって書いてありますけどね。ダッサいな、あいつ。寒いから借りてるだけや。コンドマニア。寒いとコンドームの店のやつですって。おしゃれな女子みたいなこと言って。カンフーキックは100円くれました。その100円で君何ができたかね、他に。カンフーキック、なんだカンフーキックって。何のコメントもない100円じゃないか、お前。キックの中でもカンフーかい。もっとあっただろ、キック。ローキック、ハイキック、よりによってカンフーかよ、お前。ヤクザキックとかもあるしな。うるせえ。なんだてめえ、お前。キックの幅でお前知識量ひけらかすの。お前が2つ出したから3つ目も出したんだろ。中学高校でいっぱい本読みましたじゃねえんだよ。読んでんだからしょうがねえだろ、バカ。ヤクザキック知ってます、僕の引き出しです、じゃないんだよ。ヤクザキックなんて本で学んでねえよ。本で読んだんだろ、ヤクザキック。なんだヤクザキックって。ヤクザキック、西かな子ね。出してるかよ、西かな子が。さらばとヤクザキック。あ、また来て。1220円だってよ。リプランティス1220円。1220円ってなんだよ、端数。何を20円追加したんだ、お前。ちょっとでも多くっていう気持ち、なんなんだよ、ありがてえな、クソが。アメトーク見たよ、西田。あ、見たんですか、例のやつ。彼が告知しなかったアメトークね。普通もアメトークって木曜日やから、あれなんか火曜ぐらいにあったからな。それだったな。やっぱそれ、自分が見られたくない番組は告知しない感じ。いえ、そういうことじゃないよ。菓子パンの太田好きじゃないもんね。まあ米派でしょ、どうせ。ダイエット中だったっていうのは一個あったけどな。
ダイエット中に菓子パン大好き芸人としてじゃあ嘘ついて出た。いえ、そういうことじゃない。ほんと好きな気持ちはあったから。こいつフェイクコメディです。フェイクコメディってなんだよな。コメディなんて全部フェイクだろうな。フェイクじゃねえ、コメディやんのか。フェイクコメディやってんだ。なんだフェイクコメディって。FC だよ、FC 動画だよ。お前、新しい言葉作んなってびっくりするからびっくりしたくないんだよ俺そもそも新しい造語作ってびっくりさせるわけ人を。なんだこの野郎。ああ、肛門で日光浴びて地球温暖化を止めよう、610円。頭おかしいだろこいつ。まあでも尻で日光吸収するって一番いい。やっぱ肛門に酒吹きかけるのが一番アルコールもあるから、日光もバッて浴びたら一気にこう太陽のエネルギーもらえるのかもな。まあ分かんないか、お前にはそんな難しい話、本の知識しかないからな。難しくないけど分かんねえよそれに関してはよ。ポッポポッポ610円。なんだポッポポッポって。ハトのアイコンじゃないかお前。ネズミ先輩かどっちだお前。ハトかネズミ先輩か。ハトだろお前。ハトに決まってんだろお前。ポッポポポポポの部分かお前。あんま歌わない YouTube で。ニラレバ250円。本当にニラレバの値段みたいになっただろお前。ニラレバ250円って。ニラレバもっと高えだろお前。どこでニラレバ食ってんだよお前。一番館だろお前。一番館だったらそれぐらいだろ。一番館客の席のところが厨房ぐらいぬるぬるなんだよ。一番館は調理してるぐらい客席で。スーパーファミコン1132円。安いスーパーファミコンにしては。32円キモいな。32円がキモ。鬼頭戦士ガンシャム我慢汁で250円。はいキモい。お前みたいなやつだな、日本をダメにしてんだもんな。でもファンザはちゃんと購入してみてそうだなお前。ありがとな。そこはいいな。経済回すよお前みたいな人間は。追求500円。ツイッターにシェアしました。ゲラ好きです。 YouTube やってんのにゲラの話すんなよお前今ゲラやってねえからこっち。今ララチューやってんだ。分かんないかも。ララチューンのスタッフでララチューンやってんだからよ。今ゲラ関係ない人を聞いてなんか疎外感お前だったらどうすんのお前。気づかよこの野郎。ゲラの時ゲラ好きですって言えよ。頑張ってね。1万円バカかお前。1万なんか、1万なんか出すなよお前。そんなクソに言うなよお前。頑張ってねなんて、半分が Google が持ってくんだぞお前。そうだよ、すぐそこに Google あるわ。本当だよ。チャン事務所の前。お前がスパチャすればそれほどあのビル高くなるんだからお前。まあ5000円だとしても私は全部もらいますけど。なんで俺に渡さないんだお前。渡せよバカ。ビルは高くならんやろな。あ？ビルは高くなる。例えで言ってんだろお前。頭悪いなお前。その1万円でもビル高くなる。野球しかやってるんだあいつ。まあ野球推薦で。新しいビルを作るとかやったら分かるかもしれんけど。野球推薦できてんだよ。なんで今あるビルを。友達の多さだけで卒業したからな。そうなんだよ。ノート取ってもらっただけだからな。野球推薦の人。ノートを取ってもらったでしょうだよな。卒業証書じゃなくて本当は。本当だ。外で遊べよ。野球ばっかして。本ばっかなんだお前。マジでお前。昭和の親かよお前。ほんまに。氷鬼とか。昭和の父親かお前。外で遊べ。遊びの。家にいないで外で遊べ。海外だと逆らしいですよ。遊びの例で氷鬼一発目で出ないだろう。あと外行くなら家で遊びなさいっつって。下げんなよ。ちゃんとしろ、本当に。本当だよ。端数ばっか食ってくんな、スパチャなんか。いらないんだよ、スパチャなんか。そうだ。波平が200円だった。波平の200円。なんで波平の200円と、お前。クールっていう、なんかスタンプみたいな。クール、波平があんま外国の言葉使うなよ。波平なんだから。賢いとか言え、波平なら。なんで波平のクールってスタンプ。1万円マジでアホだな。いい加減しろ、お前。1万円すごいわ。これで特保コーラ買ってください。サック250円。買えるかボケ。何特保、特保なんで限定なの。 Google にほとんど持ってかれるんだよ。250円も。本当だよ。買えなくなるチョコバットだけだよお前。半分持ってかれるんだぞ。125円だよお前。買えるわけねえだろ。買えるわけねえだろ。ドラッグストアに行かないと買えないよお前。コンビニでは買えないですから。70円とか80円みたいな嘘みたいな価格で売ってるから。そう売ってるからな、うん、今日もサーヤ可愛くて好きですって。うせよ。お前みたいな人間がコメント欄に美獣いいとか書くんだろ。ネタ見ろ。美獣いい、美獣爆発。うそ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 う。毎日ビジュアルの方を査定させていただいてますみたいな前提やめとけよお前。あ？
褒めるの中身を褒めろ、人間は中身見ろな。外国だと鬼タブーらしいぞ、外見のことを触れるの。生まれ持ったものを言うのに関してはすごくタブーらしいぞ。今日のドレス素敵ですねだったらいいけど、目がどうのこうの、鼻がどうの、体型がどうのっていうのはタブーらしいぞ。まあ日本なんですけれども。小林さんからスーパーファミコンから666円、悪魔の数字かぶんだよ。かぶってくるだろうな。言い始めたなと思ったらお前が引けよ。悪魔の数字いいだろ別に。666、どっちかっていうと都市伝説私のもんだろ。もんとかねえだろ別に。私のもんだろ、信じてないだろ。みんなの都市伝説は信じてないくせにお前言うなよ。じゃあ都市伝説はいいだろ別に。読書芸人、何菓子パン芸人、都市伝説芸人狙ってんだお前。次読書も菓子パンもあんまうまくいってないだろうね。知ってる。あんまうまくいってないんだから。うまくいってないよ、笑いにすんなお前。もっと努力してよ、もっと上に行けよお前。正論言うなよお前。小林さん、いつも頑張ってるね、西田のファンです、小二の大輔より。嘘だろお前。ピカチュウアイコンがちょっとリアルだけど。小林さん絶対嘘だろ。どっちだこれ。小二じゃねえよこいつ。小二がララチューンなんか見るかお前。本当だよお前。小二だったらもうちょっと漢字使ってるだろ。大好きよ。スパチャのその申請システム分かってる時点で小児じゃねえだろうね。本当だよ。親の iPad 借りたかこの野郎。この野郎ってなんだよ。西田徳ちゃんに頼りすぎなんだよ。あ、250円。徳ちゃんに頼りすぎってなんだよ。まあ頼りすぎってお前。頼っていいだろ別に。徳ちゃん以外も頼ってるだろこいつ。本当だよ。徳ちゃんだけに限定した衣食住全部他人に頼ってる人間にお前徳ちゃんだけ特筆するの徳ちゃんに失礼だろ。特茶は頼るもんだよ。ちょっと痩せたいなっていう人が頼るもんだろ。大前提の話すんだもんだろ。冬1220円、初めてのスパチャです。冬っていう名前あれかな、富裕層の富裕か。だったらもっと出せるだろう。だったらもっと出せるだろう。1万円ぐらい出せよ。桁が違うわ。1220円。冬だって富裕層の富裕から来てんだとしたらもっと違うわ。大丈夫な、こんなところで初めてのスパチャ使わないよと。ひーちゃん200円、かわいい犬のスタンプ。微妙に剣士がでかくて怖いですねこのスタンプ。殺傷能力ありそうだな。ありますねこの剣士に関しては。確かにな。大道具のスタイルやめろ。関係ねえだろ今大道具ダサいって言うなよ。なんでトップス黒取った時にボトムス黒にしちゃったんだよ。関係ねえだろ。どっちかは変えようって思うだろ。腰どこやねん。教えてそれに関しては。腰はここだろお前。ここ白ベルト汚っ。汚っ。一回人が噛んだガムみたいなやつ。いいだろお前、関係ねえだろ。駅にこびりついてるガム色剥がせよじゃあお前。肌色っていう言葉禁止されたけど、じゃあもう白色も禁止してガム色にしろこれ。もっとなんかあのグレープのあの甘いやつだったらお前こんな色ならないだろお前。ガム色じゃねえじゃねえかじゃあ。長っ。ちょっとスインしとけってお前、腰の位置わからんか。なんでそんな腰の位置知りてるんだよ。キョン、サーヤさん、1220円。1220円では響かないので振り向きません。レッドキャップシックスマン、2人の髪型密かなペアルック的なこと。わら、200円。200円で発言しないでもらえるかな。お豆、好きな芸能人と嫌いな芸能人教えてください。500円。500円で暴露するかお前。ガシもメンバーが会員作ってやってんのお前、金稼いで500円ぐらいで言うかボケ。宮村慎之介100円。アイコンがひらがなの気持ち悪い。キミだな、気持ち悪い。宮村から取ってんかお前。 N230628K 1220円。今日もお疲れ様です。疲れてねえよそんな。疲れたかどうかお前が決めんな。あんま疲れてねえんだよね。西田ハゲ進行してんじゃねえか。ニラレバニラ叫んじゃねえぞバカてめえ。おいこらこらおい触れちゃったか。薬飲んでんだよこっちはよ。おい企業様の案件で薬飲んでんだよほら。ハゲ進行してるって思ってもお前案件でやってんだからさ言わねえだろ普通お前。言うかお前バカお前。ホストンテリア300円。西田画面越しでも臭い。ふざけるなよお前。そんな機能ねえよお前、匂い伝えるみたいな。画面を越してない側の気持ち考えろお前。 4DX みたいなことじゃねえだろ。越してない方はもっときついってことお前考えろ。なんだてめえ。越してるだけありがたいと思ってんの。はぁ、あ、くせえよ。120円。ありがとう。ありがとう。
お前、好感度取りに行くの？自分だけありがとうって。120円、逆にありがとう。120円で好感度欲しいんかも。水球500円。好きな駄菓子教えてください。ありますか？あ、それで人に振るんだ。振るだろう。自分が考えるシンキングタイム取るために絶対私に振るよ。俺はもう出てんだよ、お前。言えよ。ガブリ中だろ。駄菓子じゃねえよ。あれ駄菓子だろ、お前。ダメな菓子だろ。ダメな菓子って言うのよ。その菓子は全部ダメだろ、歯と健康に。それはでも甘いの食べてこう、なんかこうリフレッシュとかできるからいいじゃん。そうだよ、結局はストレスのことなんだよ、健康になるには。駄菓子ってなんだよ。タバコ吸って酒飲んでるやつも長生きしてんだから、結局はストレスなんだよ。関係ない、駄菓子なんてないんだよ。菓子は全部いいもんなんだよ。だなんかつけんなお前。小林さん250円、今月のお小遣い使い切っちゃった、応援してるね。さやちゃんも小2の大輔より。絶対嘘だ。今月のお小遣い、そもそもこのタブレットで打ってるんだろ。打ってる時点でその予測変換が出てるんだから、そっち使えるだろ。だ、手書きだったらこれで許すけど、爪が甘いんだお前は。ひーちゃん200円、レモンがキスしてる、レモンジャムだから安易にレモンのスタンプかな。でそんなレモンに思い入れあるわけじゃないから、タクシーで適当に思いついた言葉事務所名にしてるから。こっちレモンで嬉しい、わざわざありがとうってならないから。デグリ250円、火星です、褒めてください。なんだ火星って。火星でも神聖でも関東でも褒めに値しないチンコもあるからな、よく覚えとけお前。あんまチンコって言うなよ。なんでですか？火星でお前なんかごまかしてきてるんだから、チンコって言うなよ。じゃあこれ何の話ですか？わかんない、火星ってなんかいっぱいあるだろう。火星って、ごめん、じゃあ何の話ですかこれ。いいえ、わかんない、なんかそのチンコってその言わないでデグリが来てるんだから。今言ったぞ、チンコ。なんで一礼したんだよお前。なんで一回言って一礼する。いいよお前、もう広げんなよ。そんな神聖な言葉なのか。いいチンコだけ神聖っつってんじゃん、チンコっつってんじゃん。シュガー1220円、1220円でごめんね、ラランドシキシキ。気持ち悪い。名前もシュガーだからお前ずっと甘やかされて育ってきたんだろうな。それでもう自分で名乗ってるんだ、シュガーって。こういうファンがすぐいなくなるんだよな。顔文字にこうやってハートハートハートつけてる絵文字使うとすぐいなくなった。本当だよ。もう半月したらいないわこいつ。ありがとうな今まで。愛号愛号250円、さやさん同じ T シャツ着てます。あ、ボルイチ買ったんですね、これね、この T シャツね。そういうのも着ろよお前、こんな裏方さんのトップみたいな服着ないね。なんで裏方さん、裏方さんのトップもっと豪華なやつ着てるだろう。なんだってね、見たことないのか。矢野智久200円、派遣バイトどう思いますか。派遣バイトどう思いますか。派遣バイトさんに対して何か思ったことがないです。雨あらめ500円、手が滑りました。足も滑ってください、口も滑ってください。シンプルに滑ってるしな、手が滑りましたのコメントかな。500円で滑るっていう体験を買い取ったのかお前、不合のやり方か。 U250円、はい、250円、はい、250円、いじりもしません、はい、250円。K 田中250円、 BMI が西田と同じです、褒めてください。俺の BMI なんで知ってんだよ、まずどうやって算出したんだよ。 BMI とか言うのよ人の、キモいぞ。なんか住所知ってるよりも BMI 知ってるっていう方がなんか、身長引く体重でな、うん、身長引く体重のあの計算誰が考えたんだ、いらねえだろあれ。何が求まんだよあれで。体重と身長だけ覚えたらいいだろ、なんであれ方程式したんだよお前。理解しろよ。文系のやつが考えたんだろうな BMI。 理系の人は何、鼻で笑ってんのか教えてくれ。理系で鼻で笑ってる人は BMI の計算コメントください。 BMI はマジで文系が考えた数式って感じするわ。リクトン250円、西田は彼女と順調か、ちな俺は女絡みいらん。気持ち悪い。女絡みいらんって全力プロフィールかお前、書き方。女絡みいらん、女絡みいらんって言ってるやつに限ってもハメ殺しなんだよお前。ハメ殺しってなんだよお前、ハメさせてもらってんのよ、殺すんかい。ハメ殺しなんだよ、そのやつ。ハメ殺しってどういう意味。ハメ殺しなんだよ、うん、今のちょっと審議。何今の審議。ハメ殺し、ハメ殺しはちょっと間違ったわ。え、ハメ殺しに関しては間違った。生配信であんま間違うのよ。
間違いもあるだろう。まあでも間違うようなやつだったか。正解をまず出さないもんな。そっか。不正解人生。リクトンのせいで空気悪くなってます。お前が250円投げなきゃな。もっといい空気でできたのにな。You、 ボードカフェ、ボードゲームカフェの店長しました。できることがあったら何でも言ってください。ボードゲームカフェの店長にできることなんかないだろ。ボードゲーム以外ないだろ。オセロやっとけお前。止めまーす。一回ブレイク。一回ブレイク。一回ブレイク。はい、ブレイク。一回ブレイク。はい、ブレイク。タオルの。ステイ、ステイ、ステイ。はい、ブレイク。タオル入りましたね。タオル入りました。全ファン。全ファンいなくなった。一回、全員遡って褒めてく。ありがとうね、今一旦ここまでのスパチャの人たちね。U250 円。ありがとうね、皆さん、本当に。ガクトが関係なくどうもありがとう。1万円バカみたいに放り込んでくれた人も、すいません。ありがとうございます。申し訳ない。ボードゲームカフェの店長いいな。やっぱ両親とのせめぎ合いでさ、苦しくなってくるね。うん、苦しくなってくる。うん。一旦ブレイク。はい、ブレイク。一旦ブレイクしよう。はい。あぶねえ。どんな気持ち？ごめんねみんな。ちなみにどんな気持ち？うん。いやすごいね。ちょっと。来てるね。いや来てんね。ちょっとでもこれは今読むともったいないから。そうな。一回止めとこうか。うん。一回止めとこうか。一回ちょっと休憩して再開しよう。やっぱでもこうやって人が揉めてる時の方が登録者数増えるから。うん、そうそう。増えてた増えてた。YouTube パッて見てやっぱ喧嘩してるの見たらね、うん、テンション上がるから。喧嘩してるのがたまたま流れてくるって大事だから、うん、何人増えた？微増で100人ぐらい増えてる、うん、あ、100人増えてる。この嫌なやり取りで100人増えました。でもね、まだ6000人だよ。でも100人か、あと、まあ、犠牲の方が大きいな。そうね、もっとバンバン増えてもらわないと困るね。あと3900人増やさないといけないから、喧嘩でもっとヒートアップしていこう。確かにな。なんかそのローの切れ方じゃない方がいいね。ハイの切れ方の方がいいな、うん、逆にあとスパチャも焚き付ける方が嬉しいよね。そう、もうちょっともっとつまんねえなとか。スパチャもブチ切れてくんね。ちょっとハゲみたいなやつだから来てほしい。そう、さっきみたいなやつとか、うん、ちょっとそれでいこうか。みんなも気使ってスパチャのコメントは考えて。どれだけ煽れる、うん、でこれから来た人がおもろ、めっちゃ喧嘩してるやんってなって、喧嘩してるってなって、こんなチャンネルなんやっつって、一回ギュッとその喧嘩大好き勢をギュッと取り込んで、うん、徐々に手放していくって。超えちゃえばいいんだから。20万なんだから。20万超えちゃえばもっといい感じになるから、見え方が良くなるから。いきましょうか。細かくブレイク取ってみる。反省を、そうだね、多めにやってみる。ちょっとまたタオル投げてきつかったから、うん、じゃあもう一回再開ね。行こうか。よし、動機取った。よし、喧嘩の動機取りましたよ。デュプランティス1220円。これ何、うん、なんて書いてあるんでしょう。これ爆乳牝馬。あ、爆乳牝馬ですね。爆乳牝馬って誰に向かって言ってんだ。こっちか。お前こっちだった時もっと怒るぞ。そのオスに対してメスって言うみたいな、その感じ。確かにな。どっちだお前。それはもう良くないことだ。悪口の、あれセンスがないわ。SDGs に反してる気がする、なんか、うん、何 SDGs って。 SDGs 知らねえかお前。何 SDGs あるだろう、なんかいっぱい決め事みたいな。持続可能なやつか。そう、持続なん17の目標か。持続可能が出てんだろお前。 SDGs わかんだろう。お前が SDGs とか使うな。あ、新しい言葉必死に使うなよ。なんだってめこのロバー。いるいる、でも言いたいやついるいる。うん、なんだあいつ。とも SB250円。八王子の駅地下ラブホ、内装クソだったな。さあやちゃんの地元って何かいいものありますか。お前ラブホだけだと思うね、八王子。お前八王子バカにしたらあれだぞ、ヒロミさんも敵に回すことになるからな。私いいけど、ヒロミさん元八の方だからもっとヤンキーだぞお前。ちょっと八王子会ファンキー加藤さんもいるからなと言っとくけど、ファンキー加藤怒ってもいいだろ別に。そんな力ないんだろあいつ。あ、250円。西田ご飯大盛り無料だからって大盛りにすんだ。これはもう
ご飯を大盛り無料だからって大盛りするとかいうレベルじゃなく、もう向こうが気遣って大盛りするから。芸能人だから？いや、デブだから。大盛り無料で大盛りしてくださいって言ったことないよ、俺。向こうが勝手にするんだから。迷惑な時もあるよ、そりゃ。でも食うよ。デブだから。サック250円、サヤの T シャツ。救急車うるせえな。救急車通ってるよ。でも大事か。大事だよ。お前らが耳塞げよ。お国のために働いてんだ。お前らは耳塞げ、うるせえとか書くなよ。書いてねえだろ。動画配信者、あ、ちょっと救急車止まったから止めようっていうのは、お前らが耳塞げよ、視聴者が。あっちの方が正義だろ。最新のいろいろコメントどんどん来てるの、決まりは。ちょっと、二人が喧嘩するのではなくて、ずっと喧嘩越しってことなんですね。幸福、ライライ、読みづらいな名前、まずお前。なんか幸福ライライって、ラーメン屋みたいに最後2回同じこと言うな、なんとかライライって。大体見てたら2人が喧嘩するんじゃなくて、ずっと喧嘩越しってのわかんだろうな、バーガーバーガー。行間に思うぜ、見えてるものが全てだと思うのよ。山菜そば2000円、うん、オーサム、横文字使ってお前。留学帰るだろお前みたいな人間はさ、なんだよ名前も山菜そばも奇麗な。山菜そばなのにオーサム使っちゃうんだお前。で、2000円だからな、うん、スタバ持って授業受けてんだろお前、青学生。お前青学生だろ、かっこいいんだろうな、さぞ生活が。たらこたらお1000円、姉妹ですか。こいつと同じ DNA と思われてるってこと。じゃあ俺最悪だな、気持ち悪い。姉妹ですか。かえ、でもこれ本当に腹違いとかだったらどうする。そういう裏事情あったらどうする。一瞬で変な空気にしてやろうか。悲しむぞお前。赤い糸みたいなコンセプトでやってたらどうする。実は兄弟でしたみたいな赤い糸コンビだったらどうすんだお前。最後でっかい行動みたいなとこガチャって開けて HY 歌ってるわお前、全力で。もう世代的に赤い糸あんま見てねえから。世代、お前世代合わせてこいよお前が。その全然知らないです、その世代とか言ってんじゃない。お前がもっと早く生まれてこいよ。知らない、お前が遅かっただけだよ。いい、赤い糸の話も古いんじゃない、お前が新しいんじゃない、お前が遅かったんだよ。 HY もよく分かってないからみんな。いい、佐藤、なんだ、佐藤人、佐藤人、佐藤音中、佐藤音中の可能性考えるかお前。普通佐藤にしての、何、佐藤音中かお前。なんて読むんだよ、なんで沖縄の感じで。佐藤音中、500円、アメトーク西田より観客の方が声出てたぞ。観客はもうそういう仕事だからね、大声を出して笑うっていう、うん、関係ないから。ちっちゃい声でもう頑張ってたから。黙れお前が、黙れ。今日610円、推し企業は JRA とレモンジャムです。競馬やってお笑い見てお前、何にも貢献してねえから。競馬やってお笑い見てよ。いい人生だな、本当に。止めます。西田が食らってます多分。ちょっとアメトークの件に関して確かにアメトークで如実にこうちょっと急にあれ処理ちゃって西田が。なんで、いや、アメトークはいじらないでほしい。あ、ダメだ。いやそれダメか。喧嘩できるメンタルじゃないです。今日はもう喧嘩メンタルじゃなかった。ごめんみんな。あのゴールデンのね、うん、最近あなた告知しなかった、アメトーク。高視聴率でしたよ。うん、いや、すごい来てるね。来てんな。これでも全部読んであげたいけどな。読んであげたいんだけどね。食らってたな。ちょっとね、アメトーク禁止令出ちゃったんで。アメトークの話だけは出さないようにしてほしいな。それはな、アメトーク NG。 それは NG か。さすがにこういう配信でもルールあるわ。それはこういう配信ルール。あ、じゃこれだけ読みたい。矢野智久500円、お笑い工房って名前滑りすぎだろ。おえー、やめろよ。お笑い工房出身が2人いるからな。あっち側の2人はお笑い工房の人だからな。お笑い工房が3分の1入ってんだ、レモンジャムは。最悪だよな、3分の1お笑い工房だよ。お笑い工房ソフィア、コメディーソサエティも希少いけど。
お笑い道場も強いしな、うん、ラランドの髪型って適当ヘッドだな。西田は割れ目もあるじゃんハゲの部分が割れ目ってことか。お前言うな言うな、そんなこと。いいだろうか、じゃあ、うん、西田早く直木賞取れよ。なんで直木の方なんだよ、お前いいだろ、別に。俺、純文学好きだからお前、芥川だろなんで直木の方に絞らせてくれた。理不尽切れになっちゃったよ。芥川でいいだろう。あら、メッセージ撤回されてたりしますね。話、うん、なんかしてないで、矢森先生でも見てる。なんだ矢森先生。 AV のタイトルね、昨日ラジオに送ってくれたんだよね。矢森先生ってなんだよ。その説明ないと分かんないだろ、一発で。うん。お前ら LINE 考えろ本当だよ。いやー、いいね。西田のファンが怒ってくれてる。あら、なんかアメトークの話出すのはなしやわ本当にそうだよ、お前西田、チャック開いてる？開いてねえよ、開いてねえよ。金払ってねコメント読みたくねえけどな漢字難しくて読めねえよ、お前。漢字むずいと読めないから。漢字読めねえよ、消化できないわ。ごめんな、ごめんな。ダメだな、4000人増えないな、うん、誰も得せず終わったな。誰も得しないな、マジで。うん、次な、何配信するじゃん、今度。今度20万人行きたいじゃん。20万人ももうすぐ行きたい。生配信で何したらいいかな。確かにな、何したら人って増えるんだろうな。ネタ動画投稿した方が手っ取り早いだろ、多分。ほんとその通りだよ分かってんだよ。そりゃそうだよ1話にしてじゃん。あ、ドラマ1話良かったよって知ってますいや、もういいって。喧嘩の下り言われなくても知ってます。いいって、もう喧嘩の下りお前らより先に現場で見てくれ知ってます。え、出演者のマウント。喧嘩、はい、台本も読みましたもう知ってます、いいドラマだってことは。脚本も全部読んで、全部読んでんだから、こっちは。西田中黒光輝ね。西田中黒光輝、ね、面白かった、ね、面白かったんだ、うん、まあ、知ってます、それ。アメトークの観客が声出すのが仕事なら、西田は何してたの？何でギャラをもらってたの？アメトークなしっつってんだろ、てめえ、お前アメトーク、アメトークやめて、やめろ、お前、アメトークはやめて。アメトーク触れるのダメになったんですよ、さっき。ごめんね、さっきと同じやつじゃねえか、お前。佐藤、佐藤んちじゃねえか、お前、うん、1年半ぶりにオファーあったら、ゴールデンの方っていう斉藤和也、200円、西田さんの構成プログラム、本当に勉強になりました。いいですねってなんだ、なんだいいですねグッチフィルム、アーティストのライブドキュメンタリーなどを撮ってます。西田さんの芥川賞獲得までのドキュメンタリー作りたいです。何年密着するつもりなんだ。本当だよ、かかるぞ。お互いにシワと白髪が増えて終わりだよ、ずっと密着で。タイムラプスにしろじゃん。アーティストのライブドキュメンタリーなどを撮ってます。そんな豪華な、どうせ機材あるだろう。そんなんで撮んな、うん、西田のこと。アーティストのライブドキュメンタリーだけ撮ってろよ、お前は。そうだよ、近づいてくんなよ、お前。客席の方が下から上に、アーティストをちゃんとかっこいい画角で撮ることに専念しろ。本当だよ、西田なんか撮んな、お前。わばら610円、脚本面白いのはお前の仕事じゃないけどな。その脚本の中に溶け込んでドラマを面白くしてんの誰？俺でしょ？はい、論破はい、論破その脚本の中にうまく溶け込んでドラマを面白くしてんのが俺なんだから。まだあんまセリフないやろ。1話見事ぐらいしか喋ってないです。まだ全然喋ってないんだ。全然喋ってないです。こっからなんだね。こっからまだまだ長く続いてくるんだね、うん。コボちゃんの作者、上田正史さんが体調不良で長期お休みしています。あ、そうなんだ。あ、そうなんですか。コボちゃん再会ね。コボちゃん ね、確かに。コボちゃんの部屋ですから、今全員。
あれなんだっけ、このネタ開いてる店は開いてる、閉まってる店は閉まってる、千鳥さん、千鳥さん、あー、うん、それをいじってた。ごめんね、そういうのが引き出しが私ないんだそういう芸人のネタ詳しくないと最悪なんだ私。ヤジ沼、嫌な名前、ヤジ沼って、ヤジ沼みたいな。パスカル、西田強がって芸能人ぶるのもうやめようよ。バーカ、お前強がってんじゃねえ、俺芸能人なんだよおい一般人、おい一般人、お前すこわ、金払って芸能人と喋れてんだからよお前感謝しろよお前、おい強っ、やばい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 、ダメダメ、やばいやばいやばい、芸能人、おい来てる来てる、素人相手に本気になるのよ、あと前足出てるからしまいなよ。うるせえよ一般人のくせに、お前下がれお前はい、あと前足って俺なんかその動物みたいなね、いじり方ね、そういうの一番良くないからなお前一番ダメないじり方、デブに対しての。はい、お前おしまい。豚に見立った言い方ね。よかったな、お前芸能人じゃなくて、芸能人だったら一発で終わってたからな、よかったな一般人で前足って言葉使った、前足って言ったらもうデブに前足なんか言ったら、お前芸能人だったら一発で終わりだよ、よかったな一般人で器がない、器がないもん芸能人すごい。僕チキン610円。奥と一言目噛んでたな。噛んでるかお前。オッケーテイクで噛んでるわけねえだろ。てめえの耳がおかしいんだろおい。てめえの耳だよお前、おかしいのよ。どんどん来てるよ。中野元気マン、西田に払う金もったいない。610円払ってんだよ。こいつバカだな。西田に払う金もったいないが伝えたくて610円払っちゃったの。結局かまってほしいんだよ610円払ってな。HL 1220円。西田さんかっこいい。かっこいいだろ、そりゃ芸能人、これにも芸能人なんだろ言うな、わざわざ言うことじゃない、リンゴは赤いみたいなことこれにも左巻きうんこ120円、左巻きうんこ120円、あれ無言です、無言かい、なんか喋れ、なんで両手にクリームパンついてんの、はいもうおしまいですお前みたいなデブにクリームパンのいじり方も芸能人だったらおしまいだからしかもスパチャじゃないコメントです、スパチャじゃないコメント読んでんのかお前スパチャじゃないコメント読まないスパチャ来てるよ、輪郭カマキリの卵に似てる西田お前尊い命バカにすんなよ、本当だよ、カマキリの卵にも失礼だろ、あとこれで1個だけどカマキリの卵いっぱいあるからね、あれ無数の命だ、うわって出てくるんだから、すごいいっぱい来たよ、ここから孵化したらどうすんだよ、あとうじゃうじゃ、ありがたいか、このちっちゃい西田がいっぱい出てくるの、ありがたくねえだろ、全部潰すだろ出てきたら、炭治たつき、お金ありがとうございます、はいどうぞ、なんだそれ、何言ってるか分かんないよ、家ってことかな、はいおしまいはいこいつの時間もおしまいはい次、星野さん、西田大好き、面白くなくても、面白いけどな、結果面白いんだからで、結果500円もう払っちゃったから、はい次、おしまい、いちご屋西で、610円、金を払ってでも西田に構われたい、はいはい、そういうやつね、構ってほしいだけね、610円払ってお前はいちご育てろ早く今年も送れよ、事務所に好きじゃないか、お前いちご送れよ、お前美味しかったじゃん、甘いやつ、ね、特別甘いやつだけ集めておくれ特別甘いやつをな、しっかり赤いやつな、しっかり赤いやつ、あと無駄に全部白いやつでもいいぞ、お前一つまるまる白い意味わかんないイチゴも送ってくれあれの良さがまだ分かってないから、西田の方になくなる、パスカル610円、サーヤ様愛してます、おい西田ほら拾え小銭実際にぶつけてからいいよお前気持ち悪い、ネットでお前610円、610円で生きんなよお前、あとサーヤ様っていうのはなんかヨン様みたいな、本当だよ、小銭っつって610円だけじゃねえか、本当に小銭じゃねえか、気持ち悪い、はいおしまい、ウェービングジョーカー、うん、西田いつも面白いな、当たり前なこと言うなよ、嘘つくなお前リンゴは赤いと言ってること一緒だからな、嘘だけはやめとけお前、スパチャでシュガー1220円、喧嘩腰のラランドもシュキシュキ、西田アメトークで何が、アメトークなしっつってんだろおいおいアメトークなしっつってんだろバカおい、まただ、またやっちゃってる、喋ってねえんだろアメトークでよ、意地になっつってんの、アメトーク、おい下げろって、お前マサマサ250円、鬼頭テカリ男、俺の鬼頭見たことねえだろ見たことあんのかお前、俺の鬼頭よ、うん、よっち、デブデブのみ食べた、漫画と現実がもう混同しちゃってるこいつも、おしまいおしまい、
なぜ収録でそれができない。これギリアメトークじゃないか。そう思う。これはね、生キック見れた。れ今のですか。今のが生キックとしてんだ。生のキックでしたね。物に当たんな、その通り。イラが当たっても別に、うん、OM、西田の母です。息子に代わって暴言を謝罪します。ごめんなパイパイ。ごめんなパイパイ。西田の母親こんな面白くないわ。本当だよ、これ。嘘つまんねんな。ショートメッセージ滑ってるわ、いつも。一生滑ってんだよ、あいつ。気持ち悪い。父親もずっとハトサブレ送ってくるくだり滑ってるわ。滑り DNA なんだよ。つらいって。滑ったやつと滑ったやつがセックスして生まれたんだから。つらいって、それは。滑りすぎて。つらいから。滑りすぎてセックス。やめよう、つらいから。つらいからってなんだよ。アメトークで。うん、最新できたメール、これだけ。こんにちは、真夏が来たような暑さですが、お変わりありませんか。市役所から何か届いたようです。季節感じんな。感じるだろ、西田を世に放っといて。季節感じんな。そんなお前、西田を世に放って迷惑かけといて、季節感じんな。お前 大犯罪者じゃないだろ、お前。大失態だぞ、お前。大失態ってなんだよ。会社だったらクビレベルだぞ。アメトークで手満芸人やればいいのにね、ということです。これは別にまあいじってるわけではないか。じゃあまあいいかな。まあ、ハゲトークってまあハゲいじってっからな、お前はな。薬飲んでんだから、もう俺ハゲてないから。ハゲじゃないから、ね、ハゲじゃないから。これはちょっとダメだよね。カジリンゾーなんて言ってた。言うなよ、アメトーク。何も言われてねえわ。終了。無視されたわ。終了。カジリンゾーに無視されたわ。カジさんの話出たから終了。俺以外の人には声かけてたわ。終了です。カエル亭中野さんには声かけてたわ。カジリンさんの話出たので終了。みんなのせい。はい、終わり。はい、トークの話ダメよ。はい、おしまいです。お疲れ様でした。何も話し